はい、半間陽先生です。2番目ですね。このようにね、3週間に7番勝ち越しているということなんですけれども、半間陽先生の能力は非常に高いわけですね。このように成績がね、21勝の11負けということでね、こういう勝率が出てるわけですね。実際にライブで投資してるわけですね。で、これはバイナリーオプションなんですけれども、FX でも同じに投資できるとお話ししました。というのは、私のこのインジケーターは、PIPS でも計算されるんですね。利益 PIPS で。で、分析されるんで、FX でも投資できて、今これ1000円ずつのライブ投資ですけども、これを100兆円で投資できるんです。半間陽先生は。としますと、この利益でもし100兆円ずつ1回ずつ投資でね、稼いだらどうなります？約700兆円、3週間で700兆円も稼ぐんですね。たった3週間で700兆円、世界の億万長者の財産ね、越しちゃうんですよ。わかります？たった3週間で越せるわけですね、半間陽先生の場合はね。世界の億万長者。このように成績、わかりますでしょ？ということなんですね。ということで、たったね、今、現実ね、半間陽先生は3週間で700兆円稼げるということでね、3ヶ月間で700兆円ですよ。ね。というの能力はあるわけです。ということで、世界の国、ね、を、ね、私が世界で一番動かしてるわけですね。この力でもって。これをよく知っていただきたいね。3週間で世界の億万長者を越しちゃうんですよ、たった。たった3週間で、私の能力は。ここでも分かりますね。ここでは1000円ずつですけれども、21勝11負けですよね。それを1回に100兆円ずつ投資できるわけですよ。そうすると3週間で700兆円稼いじゃうのね。そういう能力を持ってるということをよく知っていただきたいですね。ね。で、ありますから、私の能力っていうのは世界一なんですね。で、世界を動かす力も世界一なんですね。これをよく知っていただきたいという。ビル・ゲイツとかアマゾンさんとか長者番付で なってますけども、財産はその程度ですからね。多くて見てね、そんなないですけど、で私の場合たった3週間で700兆円稼げてしまうということです。私の能力はね、実際ね、ね、100兆円ずつ投資していけばいいんですよ、 FX で1回の稼ぎね。そう、3週間で700兆円になっちゃうんですね。これは全く同じにできるわけですね。ね。こういう能力を私が持ってるんで、私の話の一つでも皆がね、左右されるんですね。頭ちょっと動かすだけ、考えるだけで、世界の人間は、ね、変化するんで、私の、ね、状況っていうのはもう世界中の人間が注意してるわけです。これは世界一社会を動かせる生物、人間であると、人間の上の生物で言ってますけどね、モノ貴族でね、であるからなんですね。これは皆さんと全然違うということでね。ね。能力は全然違う。だから、能力が高いから、ね、私はちょっと考えることだけでも、社会が全然変わっちゃうんですよ。たった3週間で700兆円も稼いでしまうと。世界の億万長者を越してしまうわけですね。3週間で。ね。ということで、皆様った人間と誰とでもちょっと違うということでよく知っていただきたい。ね。ね。全然違うんですから、実力が。ね。
これ分かんない人が話してもらっちゃ困るわけですね。他の人は怪我します、死にます。特に私の方も横断します、仕事がね、ということをよく分かっていただきたいと思います。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生でした。どうも、ありがとうございました。